安全牌候補出てきたら確実にそれよりも一手進んだなってなるんで、そういうことですね。これはいいね、急走ポンからの発進が良かったですよね。道中鎮逸を諦めたかと思われるシーンもありました、うん、一打一打状況判断を変えていって見事1万2000の上がりをものにしたのは阿部松日向、現在首位の阿部松です。さあどうなる、ドラマ数万と2曲その日向の親番になりました。8試合あるんですよ、はい、なのでまだまだ普通に全然自分のチームが一番勝つことが大事なんですけど、はい、共通見解としてはやはり今1位の阿部松のには突破取られたくないなにはなると思うんで、そうですよね、はい、この大きこの1万2000っていうのはまず大きな1万2000に阿部松にとってはなりましたよね、うん、1万2000削るのって大変ですよ、大変。さあドラ赤になりました親番日向、まだメンツはありません。自家製のシャアを本していく瀬戸熊です。いいシャンテン、これはレギュラーシーズンとの違いですね。軽い仕掛けですね。このファイナルでのやっぱ戦いか、やっぱり戦い方ってどこにトップ取られたくないかなとか、うんうん、この曲に何をするかなっていうのが非常に大事になってくる中で、瀬戸熊さんの今の判断っていうのはこれ以上アベマズの二の矢を放たせたらかなりトップが取られるんじゃないかってなるんで、うんうん、はい、このドラドラ赤を、ね、決めさせないように、そうですね、かわしたいっていう判断ですね。はい、珍しく軽い仕掛けに出ました。全チーム中一番ポンチが少ないライデンの瀬戸熊ですね。チームの中、チームでも少ないですもんね。14%ってなってますよね、あのファイナルだけでも、はい、さあここで昇降している高宮です、うん、統一のローピン 1,2,3,3 色を見ながら、あの浮かせ打ちもあるんですが、一番はね、あの瀬戸熊さんに泣いて、これはファイトクラブにとってもやはり阿部まずトップ二の矢はきついなってなってるんで、そこも込みで切ってると思います。あっという間に瀬戸熊にテンパイが入りました。6球満待ちです。誰も持ってないようですね。めちゃくちゃいいですね。6枚山ですか。はい、6枚山です。いやー、これは日向親番連チャン厳しそうだ。マークされるということはこういうこともあるよっていうのが一番ですよね。そうですね、はい。6球満待ちは現在山に6枚、リードしているアベマズ日向の親番を一刻も早く流すべく瀬戸熊が軽い仕掛けに出てきました。ルミ選手はどうしますか、うん、今チーソーが、まあ、比較的そんなにかなと思ってるはずなんですけど、もう間に合ってないな、この瀬戸熊さんの仕掛けにはっていうことで、補充しないように打ちましたね。わざわざ補充するのは嬉しくないですもんね。何待ちかは分からないけど、もうテンパイしてることの方が多いよね。瀬戸熊さんだしっていうのも入ってると思いますね、うん、やっぱ知ってるっていうのは大きいかなと思いますね。さあこのローワンロンパイです。同じですね。高いか安いかが全然わかんないんで、わあこれですね。わあこれ瀬戸熊の現物を抜き打ちました高宮です。天杯まではお世話しますけど。そうです、あのもう天杯してることが多いだろうなっていうので、何点かこうは全然わかんないと思うんですけど。そうですね。高いか安いかが全然わかりません。自家製のシャアをポン、その後にローピンを打ちしている瀬戸熊です。さあドラドラ赤で二の矢を継ぎに行きます親番日向。リャンシャンテン、リャンシャンテンですけど怖いっすよ。怖い、高いですよ。さあ高宮ローマンが浮いているが、ここはまだ回り道をします。ルミが打った9ピン。いや、親が前に出てくると瀬戸熊も急に背中が寒くなってきますよね。寒くなります、はい、でもかわしてってそうなんですよ、まあ、かわすためにやってるんで、あ、これですね。これは止まんないですね。もう一回止めてるけど、まあ、どのみちこれを使って上がるっていうのはトイトイとかじゃない限り厳しいんで。そうですね。日向の手配はドラドラ赤あってパーソーポンから入っています。まあ、まずタンヤオにしないと役がないですから、そうですね、9番出ていくことにはなるでしょう。トン一局いきなり1万2000をゲットしましたのがこちら日向愛子。全部有効杯なんでここで9万かな。自身でリピンしてるところでしたかね。一応単用なんでね、数ピンチできた時にいい形が残るんですけど、はい、これレギュラーシーズンの瀬戸熊さんの泣きってめちゃくちゃ怖いじゃないですか、はい、そうですよ。なかなか泣かない選手ですからね、はい、そこが込みでやってるのかなと思いますよね、うん、で高宮さん今三蔵引いてね、いい形になったんで、うん、1,2,3 の3色順ちゃんとかなるなら勝負しようかなっていうので浮きました。ドラマタギってね、まあ、あのドラが1枚のことが多いんで補充しても安いかなっていうのも込みで2万切ってると思います。なるほど。あ、これで6万と9万どちらも瀬戸熊の論敗。これは無理じゃない。あ、そうですね。
瀬戸熊の上がりです。シャアのみの1000点、はい、その手を見てそこまでやるのって思います。あ、いいですね、そんな感じです。瀬戸熊さん、これは親を落としに行ったなっていうのが分かったんで、そしてトップとなりましたチームライデン瀬戸熊直樹選手です。トップ、おめでとうございます。ありがとうございます。よく逆転しましたね。そうですね、今日始まる前の目標が、まあ、一番やらなきゃいけないことがアベマズより上、着上、これを第一目標に抱えてたにもかかわらず、いきなり当面のライバルに1万2000を補充して、まあ、ちょっとどうしようかなって感じになりましたけど、はい、いや、トン2局の日向選手の親番でも瀬戸熊選手が1000点上がりに行くっていうのも、はい、本当胸を打つシーンでもありました。そうですね、普段はやらないんですけど、やっぱり二の矢を打たしちゃいけないんで、まあそこは僕の仕事は日向さんの親を落とすことだけだったんで、あそこはもう何が何でも早く落とすってテーマを持って、普段やらない仕掛けをしました。さあ、チームですけれども日をまたいで本田選手との連勝、あ、そうですね、はい、どうでしょうか。初優勝に向けて残り7戦というところまで来ましたけれども、はい、今の選手の心境、はい、まあ、今日はね、一番落ち着いて入れたんですよ、はい、自分の中で。ただ落ち着いてて、いきなりあとね、もう強い方で、しかも女性3人相手だったんで、母言わないで、打牌もソフトにきちっとやりきろうと思ってたら、いきなりね、1万2000補充であそこはもうね、グラフ出ますよね、はい、今日は本当にグッドマナー賞取ろうとか思ってたんですけど、もう最後入り込んでちょっとまた乱れてたんで良くなかったです、はい、次はきちっとマナーよくやりたいと思います。わ、はい、かりました、はい、さあ、それでは最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、今日はね、ライデンパブリックビューイングもやってるんで、皆さんが美味しいビール飲めるようにって約束して出てきたんで、まずは1試合目なんとか1杯目は美味しいビールが飲めたんじゃないでしょうか。あと残り7戦ですけど、チーム一丸となって、初ファイナルで初優勝を目指して、頑張ります。応援よろしくお願いします。それでは参りましょう、はい、本日もライデンの麻雀は面白いんです。ありがとうございました。以上、本日1戦目トップを取りましたチームライデン瀬戸熊直樹選手にお話を伺いました。松本さん、インタビューありがとうございました。いや、瀬戸熊選手、いよいよねファイナルは後半戦ですけれども、今日が一番こう落ち着いて入れたというお話でしたね、うん、まあ、いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。